羽生ゅゆずるさん、フィナーレで、USA ダンス、披露。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。フィギュアスケートのアイスショー、ファンタジー・オン・アイス、2023は26日、千葉幕張公園、幕張イベントホールで開幕した。羽生ゅさんは、フィナーレでダンスボーカルグループ、DA パンプの、US、A、 ミッサと君の熱唱をバックに他の出演者らと演じた。腹部がシースルーの黒い衣装で激しくダンス。手を上下する、USA ダンスも披露した。五輪や世界選手権を彩ったスケーターが一堂に会した絢爛豪華なショーには荒川静香さん、ステファン・ランビエルさん、ハビエル・フェルナンデスさん、アイスダンスのガブリエラ・パパダキス、イオム・シテロング・ミラが出演。幕張公演は28日まで開催され、宮城、 6月2日から4日、積水ハイムスーパーアリーナ、新潟、16から18日、トキメッセ特設アイスリンク、神戸、23から25日、神戸ワールド記念ホールで行われる、放置新聞社。ハビトのオープニングも魅惑的だったようですがフィナーレは、めまいがしそうな刺激的なお衣装で圧倒されますね。 オープニングは上腕二頭筋で、ニセタピナーレは世界一綺麗な腹筋で、現地組の方々は意識飛んでしまったのでは羽生結弦るだから、USA ダンスがキレキレだったことは聞かなくても想像つくけれど、今回はお衣装も一段と攻めていて、それでも日韓的でないハブさんは清らかなセクシーさ。神様の彫刻みたいな、無駄がみじんもない造形美だからでしょうか崇高な人間性ゆえでしょうか日曜日が楽しみです。 このハブさんの写真には驚きました。シースルーから見える鍛え抜かれた腹筋も見事ですよね。どんな衣装も素敵に着こなしてしまうのもさすがハブさん。イッサさんとのコラボのイフや USA は盛り上がったんでしょうね。まずは日曜の CS、新潟公演のライブには行けますように。いやー、この衣装、すごっ。随分攻めているけど、ハブさんを見る限りさすがにかっこよく着こなしていますね。 日本人がこれ着こなすのってかなり難しいと思うけど、それにしてもスタイルが良くてひたすら羨ましいです。相変わらず、鍛え上げた美しいプロポーションですね。この衣装で USA を滑り、ノリノリで踊りまくるなんてきっと会場はすごいことになってるんでしょうね。観客の皆さんが羨ましいです。素敵なお写真だなと思ったら、矢口さんのお写真なんですね。よく見ると、衣装はかなり大胆な感じですが、 ハブさんが着るととても魅力的に感じます。ワーみたいな。皆さんも言ってますが衣装。衣装が。もうクラクラしてきた。今日行った人はみんな無事に帰れたでしょうか。多分2、3日ふわふわしちゃいそうですね。放送が楽しみです。ドキッとしますね。綺麗なお顔に線も細めだけど、実はアスリートの筋肉なんて、またファンが増えちゃいそう。この写真が欲しくて、今日のスポーツ報知買ったんだよ。表紙に。 特大写真ごめんにも、と書いてあったんだよ。うちに帰って中を見たら違っていたんで大ショックだったんだよ。涙。羽生譲るプロフィール、宮城県出身。2014年ソチゴリンに出場し、フィギュア男子シングルで日本人初となる金メダルを獲得。2018年平正オリンピックでも金メダルを獲得し、オリンピック2連覇という偉業を成し遂げる。2022年にプロ転向を表明。 現在プロスケート選手として活躍中。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。